どうもはこんばんにちは、イスゲです。はい、皆さん、はい、最近ね、私がねすっごいハマってるアプリがあるんですけど、まあ今画面に映ってるこちらでございます。シャドーバースでございますね。はい、まあ簡単に言うとカードゲームでございます。そんでちなみにスマホで最初出たらしくて、まあ、そこから今私がやってるのはこれ PC 版でやっておりますね。うん、まあスマホ版と連携してますので、スマホでやっても PC でやっても同じデータって感じでございます。なので皆さんもね、ぜひやってるなら、まあ別々のアカウントでやるっていうのもなかなか楽しいですけど、まあ同じだとね、どっか遠くに行った時にでも携帯でできるし、お家にいる時は家の中でできるし、まあ、通信、まあ環境も多分お家の方がいいと思うから、そうね、引きこもりの、はい、私にとってはすごい助かります。はい、まあまあそれさておきということでやっていきますね。こちらシャドーボス、まあバトルいきましょうか。ちなみにランクが C の2でございます。はい、何使おうかな。ドラゴンかエルフかウィッチなんですけど、ウィッチの方使っていきたいと思います。さあ、ちょっとね、今日このゲーム自体見るのが初めてという方もいると思いますので、はい、まあできるだけ説明しながらやっていきます。はい、でちなみに私は下手です。下手くそです。もうボロボロに分けてますからね、さっきから。そう、もう本当に、あ、来ました来ました。さあ、カフさんよろしくお願いいたします。さあ、敵さんはロイヤルですね。本気で行くわ。どうぞ覚悟。ロイヤルか、やだな。ね、どうしよう。まあ2、3なのでこれでいいかな。これでいい、行きましょう。はい、ちなみに先攻と後攻の違いっていうのは、先攻がデッキから最初カードを1枚引ける、すごいなまったね今で、後攻は2枚引けるって感じでございます。ではこちらのカードを使っていきます。知恵の光、はい、カードを1枚引くことができる。さあ使っていこう。さあ、この魔法デッキにはですね、こういうスペルブーストだっけ、出てこない、のためにスペルブーストっていうのがあって、魔法カードを使うたびにコストが減ったりダメージが上がったりしますので、すごい面白いですね、使ってて。ではもう一枚いきましょう。ウィンドブラスター、相手のフォロワー1体に2ダメージ、スペルブーストプラス1ダメージということで1上がってる感じですね。そんな、さあターンエンドでございます。さあ次どんどんいきましょう。いきますわよ。とりあえず敵の出てくるキャラクターをどんどん倒していこう。3だからこれでいいか。さあ、ゴブリンを出して、そこからマジックミサイル食らえ。うん、ミサイルというか電気だね、雷だね。さあターンエンド。さあ敵さんはここからどんどん出してきますね。鈍いな。どうする、直接ダメージ。さあ、これは私としてはすごい嬉しいですね。では行きましょう。エンジェルバレッジ、相手のリーダーと相手のフォロワー全てに1ダメージ。さあ消えてなくなれ。速さが足んねえか。そんで知恵の光でドローしますね。そっからゴブリンでアタック。さあ、すごい調子いいです今。あ、これ使えるので使っておきましょう。ふんふんふん。スペルブーストのカードが来ないですね。我が神君、お行きなさい。鈍いな。痛い。さあ、5溜まりましたので、ここはちょっとね、ガードしていきたいと思います。この大地を照らしてみせよう。この守備っていうのは、まあブロッカーですね。別のゲームとかで言うとブロッカーってやつです。ああ、やられた。このカードがいると私に直接攻撃することができませんね。そういう素晴らしいカードです。
さあ敵さんどうしてくるかな。お頭の身は私が守るやす。お、こっから進化来るかな。来ない。お、敵さん動きが止まってるです。止まってますね。じゃあこちら行きます。このカードはですね、エンコンの魔女と言いまして、相手のフォロワー全てに1ダメージ。あ、ちなみにファンファーレというのは出した瞬間発動できるってことです。じゃあ行きましょう。復讐こそが我が望み。早速1ダメージ与えられますので、ここから進化します。これで決めるわ。あ、そうそう、高校と専攻の違いっていうのは進化の回数もありますね。私を拒んだな。ちょっと攻撃しながら言いましょう。専攻は進化が2回で、高校は進化が3回ですね。決めることができます。おかしら。まあこの敵さんのロイヤルっていうのはとても専攻に強いか。おお、マジか。敵さんが今出したカードはレジェンドって言ってすごく強いカードですね。どうしようかな。とりあえず錬金工房でガーディアンを召喚で、あと3ありますので、どうしようかな。ここは魔力の蓄積使っていきます。これは別のカードのスペルブーストを2段階上げることができるっていう素晴らしいカードです。さあ、ということで敵に直接ダメージ。この剣は我が希望。で、ターンエンド。さあさあさあ、どうしたもんですかね。しのぎ切ってみせよう。これで決めます。お、進化してきた。私は盟友たちを信じている。死にたいね。さあ、敵の椿っていうカードはずっと伏せてる状態ですね。まあ、こちら使っていきましょう。はい、これで消滅いたします。うん、素晴らしい。で、どうしようかな。こっからあと5あるから、とりあえずマジックミサイルで敵にダメージを与える。それでカードを引きます。で、マジックミサイルが出てくるか。だとしたら、ここは私も兵士をどんどん出していきましょう。さあ、こちらも出しておきます。で、ターン、エンドと行きたいけど、攻撃するの忘れてた。危ねえ。危ねえ、危ねえ。よし、ターンエンド。さあ、敵さんはあと1回進化することができます。それからこの真ん中の椿、私に任せろ。どう動いてくるかがすごい怖い。タイヤヒラメが舞い踊る。あー、遊んでやろう。乙姫様をお守りします。これがまたせこいんですよね。オッケー、来ました、ジュエルゴーレム。その前にいろいろ倒していきましょうか。とりあえずウィンドブラストでこの子を破壊。絶対じゃん。さあ、ここはジュエルゴーレム出しましょう。よいしょ。で、進化させておきます。覚悟はいいかしら。はい、この今のジュエルゴーレムなんですけど、今の状態ですと魔法攻撃とかで死なないんですよね。なんで進化させても別に問題はないって感じですね。さあ、とりあえず敵の兵士をどんどん倒していきましょう。これ使うのはもったいないんで、ターンエンドでいきましょうか。さあ、敵さんはどんどん追い込まれていっている。まあ、攻撃の起点を多分探してるんですよね。さあ、どう来るか。行きなさい。一番乗りの勲章はいただきたい。私の策を信じるのは。多分ここから進化しますね。しないか。どうする。
通に攻撃してきたね。さあ、ターンエンド。ふんふんふん。とりあえず、このコマンダーを倒して、そっからマジックミサイルをぶち込む。で、何かしらまた攻撃系。おお、いいカードきた。さあ、ゴーレムプロテクション。さっきのゴーレムですね、召喚。知識とは永遠なるもの。で、こいつを攻撃でターンエンドでございます。くしょー。さあ、とりあえず敵さんを疲弊っていうのかな、させましょう。剣を掲げよ。あー、やばいね、どんどん攻撃力が上がっている。この剣を使う、あなたの勝利と栄光を。なかなか厳しい状態ですが、ここは負けじとどんどん攻撃していきましょう。これで終わりよ。ここで引くとね、どんどんもう敵さんすごい来るんで、倒せるときに倒す。未熟でした。倒せるときに倒す。憂い者、我ら騎士団は不滅だ。そんな、さあどう来る。まあ、ここで攻撃しないと敵さんは終わりますよね。タイヤヒラメが舞い踊る。そうだ、遊んでやろう。乙姫様をお守りします。覚悟はいいですか。進化して、我が刃のきらめきに随分消えなさい。諦めたね。はい、ということで攻撃できるよね。 OK、 勝ちました。よっしゃよし。はい、あのですね、さっきから動画撮ってたんですけど、動画撮って初めて勝ちました。私の勝ち。動画外では結構勝つんですけど、あ、練習、あ、さっきは勝ちます。この前の試合は勝ったんですけど、そう、その他の動画撮ってる試合は全て負けたんですよ。よかった、勝ててよかった。はい、ということで2戦目いきたいと思います。ではそれまでカット。はい、ということで来ました、第2戦。ドラゴンですね。で、私はエルフ使っていきます。私だって戦えるんだから。よし、勝つぞ。家族を守るために。ドラゴンか、やだな。まあ手札はいいんで、これでいきましょう。1-2-2なんで、すごい戦いやすいですね。さあ、どういう試合になるかな。まあ一応デッキはね、戦えるデッキではあるんですよ。うん、レジェンドも2枚いて、しかもすごい使えるやつ、名前が出てこないけど。さあ、どんどん攻めていきましょう。フェアリーをとりあえず出して、今日の森は平穏ね。こいつ出すことによって、このフェアリーを2枚引けるんですよね。すごい素晴らしい。さあ、アタックでターンエンド。ちょっとね、久しぶりに使うんであんまり覚えてないんですけど、まあまあ強かった気がしますね。さあ、どうしましょうかね。どんどん攻めたいんで、そうですね、こいついきましょうか。さあ、召喚。でフェアリーも出していくと。ねえ、何して遊ぶの。アタック。お願いします。で、アタック。で、次、妖精のいたずら使っていきたいですね。はい、こちら使うことで、自分のフォロワー1体か自分のアミュレット1つを手札に戻す。ランダムな相手のフォロワー1体を手札に戻す。はい、まあ、自分のモンスターを戻す代わりに相手も1体戻すっていう感じですね。すごい助かる。今の状況とかね、一番いいよね。で、戻すのはこちら。よいしょ。こいつをまた出すことによってフェアリーを手札に持ってこれると。このエルフのデッキってフェアリーを起点に戦わないといけないんで、そう、フェアリーを常に持ってるのがいいですね。さあ、こっから
守備を持っているモンスターを出してくるかな。微妙ですね。なかなか今私が押してるのですごい出しづらいと思います。一息で吹き飛ばしてやる。ドラゴンウォーリアー進化してきそうですね。来るかな。来た来た来た。これで決める。はい、このドラゴンウォーリアー進化することで敵一体にダメージを与えることができる。はしゃぎすぎました。それからアタック。さあどうしたもんですかね。ここはまあ私も進化して倒そうかな。いやあんまり無理して倒すことはないんで、普通にこれで敵の HP を1にして、まあとりあえずフェアリーを出していきましょう。ねえ何して遊ぶの。ねえ何して遊ぶの。ねえ何して遊ぶの。でこっちだね、こっちで攻撃しましょう。はい、ターシュロー。とりあえず進化は温存したいんですよね、今のところ。まだカードも来てないしね。さあ今の状況、守備を持ったキャラクターを出され、モンスターね、モンスター出されるのが少ない。あーやばい。こいつはですね、攻撃すると敵全体に1ダメージを与える。少し休もうかな。あーやられたね。でもまあまあもう出すモンスターいないんじゃない。出すな。来たか。でもそのカードは結構ね、運を使う。お、こいつがすごいんですよね。うん、まあまあまあ置いておいて、さあどうするかですよね。ここここは無難にこいつを出していきましょう。いい妖精さん、こいつ出すことによってフェアリーを3枚手札に入れられます。さあ進化していきましょう。ここで決めるよ。うん、いいね。5の5。森の仲間を迎えに行こう。フェアリーをとりあえず1枚出しておきます。ねえ何して遊ぶの。で、クルトを破壊。フラムのためなら世界すべてが敵になっても構わない。さあ敵さんが6になりましたね。 PP 何が出るかな。もう強いの出てもおかしくないんですよね。私お強くならなきゃ。私強くならなきゃ。 PP を貯めに来ましたね。まあ私は攻撃しませんけどね、あのカードには。さあこの状況、普通に攻撃してきたね。さあ私のターン。オッケー、いいカードが来ましたけど、まずガブリエルを使って、あなたに純白の力、攻撃力と体力を回復。よいしょ。ということで、さあダメージを与えていく。さああと3。さあ敵さんは守備を出すか倒さないと、私のモンスターを倒さないとやられる。さあこの状況どうしますかね。まあ、普通に考えると進化させて、とりあえず攻撃力の高いやつから倒していくって感じかな。一息で吹き飛ばしてやる。そいつ来たか。終わりだ。とりあえずこのターンで敵に雷神とかせ。敵のモンスターは結構いなしられそうですね。帰ろうか。天の意志はついえません。いったと。やばいですね。ひどいな。さあやばいぞ。18。
さあどうしましょうかと。そうですね、6、4、6だと2枚しか出せないんで4。よし、じゃあこいつ出してきます。森に嘆きが聞こえます。こいつ出して進化させまして、とっておきだよ。はい、と神樹様の導きのもとに。そんでこいつらをゼロコストで出せます。何して遊ぶの？何して遊ぶの？そこから墓嵐で、その4、攻撃力4のやつを破壊。それから、どうしようかな。とりあえずこっち、ベイビーエルフ。ねえねえ、何して遊ぶの？あ、そっち行ったか。とりあえずフェアリー召喚。刹那に咲く命よ。とりあえず攻撃しときましょう。ごめん、少し、まあ、PP 溜まるけど、なんとか耐えればこっちのものですので。どうかな、守備がいなければ私の勝ちだと思うんですけど。私は死を守るもの。私は死を守るもの。持ってるね。さあ、とりあえず攻撃してきますよね。次の私のカード次第で決まりますかね、この試合。戦うの。ああ、また来たかこれ。さてと、さあここはですね、フェアリープリンセス妖精たちを出していきましょう。はい、私の手札にフェアリーがドンときます。さて、刹那に咲く命、負の魔力。とりあえずは倒していく。死を乗り越えるか。とりあえず3体出しておく。何して遊ぶの？何して遊ぶの？単位度。さあ、敵さんの守備のモンスターさえいなくなればなんとか勝てそうなんだけど。あー、出るね、これは出るね。というか手札に多分いるでしょうね。怖いな。私のもう一枚のね、レジェンドカードが来れば勝てるんですけどね、どうも来ない。お、ターン終了しましたね。あ、まだか、攻撃しただけか。あー、うわ、来たわ。また来たか。妖精たちよ。厳しい。来い、お願い。狼じゃないんだけどな。まあ、いっか。ね、とりあえずすごい攻撃力が上がりますんでね、こっち、このモンスターは。これを出していきましょう。ちょっとね、最後の望みにかけて今ちょっと行動している感じですね。まあ敵に総攻撃されたら終わりますね、確実に。
てやめてやめてくれやめてくれさあ敵さんがフェアリーをいっぱい倒しに来るよね。来ないかな、来ないの。おお、別のモンスターを出すつもりですかね、これは。あー、いやらしいね。また出てきた。お願い、来て。お、フォロワーか。さあ、では、フェアリーを1枚、ねえ何して遊ぶの。そして2枚、ねえ何して遊ぶの。でエレメンタルランスで、いや普通に使えたか。あ、じゃあ普通に攻撃しましょう。でこいつをアタック。死を乗り越えるか。さあフェアリーが1枚だけあればなんとかなるんで、ねえ何して遊ぶの。これでターン終了。あと3ダメージがすごい遠い。守ってきますね敵さん。もういいんじゃない、攻撃して。いったと。ああ、すげえ、きつい。絶望よ。うわ、サタン来たか。おい、お願い。おお、みんな力を貸して。あー、ねえ何して遊ぶの。右、あはそっち行く。ねえ何して遊ぶの。もう次のターンで決まりますね。あ、ダメだ、回復するか、ね、終わった。はい、積みました。人使いが荒いんだからひっどいな。負けたね。あ、一応やろうか。絆がある。はい、これはもう負けましたね。兵庫でね。一息で吹き飛ばしてやる。はい、もうということで何もできなくなりました。リタイアしましょう。ダメだ、勝てない。私の負け。はい、ということで負けました。悔しいね。最後ですね、敵のライフが3の時にこのカード、ローズクイーン、このカードさえ出てればね、勝ててたんですよ。このバラの一撃っていうのでね、3ダメージ、敵の本体にね3ダメージ与えられるんで、これが来てたら勝ってたけど来なかった。これがカードゲームの私の運のなさですね。ああ、持ってないね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。
はい、これからもねどんどんこういう緩い試合の方動画上げていきますので、はい、すごいスーパープレーを見たいっていう人は多分ね見てイライラすると思うので、ちょっとねプラズダバックを推奨いたします。はい、まあゆるーくねこのシャドーバースをやっていきたい、そんなにガチ勢噛んだガチ勢じゃないよという方はねどうか見ていってくださいということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。